次はですね、この携帯とこの無線 LAN のルーター、ここ今映ってるけど、これがスタローンのこのカメラが見てる画像をここに映しています。今オートトラッキングモード、さっきの、続きで映像を撮ってるんですけど、こんな感じで映ってます。お、なんかブルブルしてきた。で、これが、ギャラクシータブですね。じゃこれを、ちょっと、無線 LAN にまず接続します。設定を押して、ちょっともうちょっとピントを近くにして、こんな感じでいくな。無線とネットワークで、Wi-Fi 設定で、Wi-Fi オンにするんだけど、違った。いつも家の別のルーターにつながっちゃうから、こっちに接続し直します。接続されました。接続されました。ので、最初の画面に戻り、アプリケーションを、間違えた。アプリケーションを探します。KCB コントローラーっていうやつ。見えるかな？見えないね、マジね。もうちょっと近くで。合わない。この KCB コントローラーっていう、これ Adobe Air で作ったアプリなんですけど、これを起動します。で、ここの、ちょっと見づらいかもしれないけど、IP アドレスをちょっと書き換えて、ビューと押すと、こんな感じ。で、ずるずる滑ってきちゃった。画面がこんな感じで表示されます。全く同じ映像です。で、ここでこのリモコンを使って、あそこのこのヘックスバグスパイダーを移動すると、スタローンがオートトラッキングで、オートトラッキングでスタローンが広告へところを実際見ると、こういった感じで、携帯とパソコンの両方をで見ることができたと。携帯のやつはちょっとすぐ今画面省電力モードに入っちゃったんだけど、こんな感じでね、ロボットの画像を手元の携帯でも見れるようになったので、バトルなんかでロボットがカメラをつけてたら、その回線、回線に接続されてたローカルのネットワークに携帯をつなげちゃえばいいと。そうするとこういうふうに、こういうことも、できるよということです。ちなみにこれはお揃い。
はい、こんなとこです。